沖縄県本部町の本部港。ここから私、積田スイカは出発します。1日ごとに A ラインとマリックスラインが代わる代わる出港。今日は A ラインの出港日、船がやってきました。あれに乗って徳之島に向かいます。何時間ぐらい？6時間ぐらいですか？目指すのは徳之島。今回の目的は、私も水中探検家を目指すため、いろいろな講習を広部さんにしてもらうこと。7時間半の船旅、与論島を通過。食堂で食事をします。少し休憩、そして船内で勉強をします。沖永良部島を通過。船をゆっくり進みます。徳之島が見えてきました。まず最初に講習するのはサイドマウントのやり方です。サイドマウントは両脇にシリンダーをセットする潜り方で、洞窟ダイビングのように狭い場所を通過するには必要な潜り方です。徳之島の亀徳港に到着です。今回のウォーターワールドでは、徳之島でのサイドマウント講習をお届けします。地球の約7割を占める水の世界、地上と違うもう一つの世界。不思議な地形、ロマンあふれる美しい光景、魅惑の水中洞窟。数々の水中生物、そんな世界を案内するのは水中探検家広部俊明。毎回世界の水の中を共に旅をします。今回はサイドマウント講習の光景をお届けします。2つのシリンダーを両脇にマウントするスタイル、サイドマウントのいろいろなスキルを練習、洞窟ダイビングをするための最初のステップです。さあ、魅惑の世界の扉を開きましょう。鹿児島県薩南諸島4番目の大きさの徳之島。サンゴ礁に囲まれたこの島は、日本でも西表島に次ぐ大きさを誇ります。亀徳港から今回お世話になるマリンサービスカムイに向かいます。それでは早速講習。まず、ギターセッティング、普通のオープンウォーターの時は大概もうこういう風にやったら、レンタルでも大体体にこういう風にしてマッチングするんですけど、サイドマウントっていうのは、タンクがもうグラグラしてる、ただつけるだけ、そういうことは何で落ち着かせるって言ったら、 BC ハーネスで、ちゃんと押さえつけなくちゃいけないので、自分の体にフィットしてないとダメです。シリンダーにレギュレーターをセットします。サイドマウント専用のレギュレーター、ゆっくり慎重に。港に移動してその他の準備、まずは BC にウエイトを入れます。サイドマウントの場合、ウエイトは BC の中にセットします。 BC を着ます。今回はレンタルなので細かい調整はあまりできないのですが、サイドマウントの場合かなり体にフィットした調整が必要なので、続ける場合は自分の思っていた方がいいですね。私も買いますかね。装着完了。陸上で機材の取り回しの練習です。今までのバックマウントの時とはだいぶ違うので慣れが必要です。一
左側のプライマリーからセット。こちらが BC にも接続するメインになります。ホースは後頭部に回し、首からバンジーで吊り下げます。右側のセカンダリーシリンダーをセット。両方をバンジーで押さえます。セカンダリーの方はロングホースになっているので、半分ほど出して首の周りを一周させて右肩の D リングにセットします。まずはシリンダーのバルブの開け方。左側は前の方に開ける、右側は手前の方に開ける。それがバルブを開ける方法。これを体で覚えておかないと、いざという時にバルブを閉めることができない。そしてエアシェアのやり方。サイドマウント、どっちかのレギュレーターを加えている。まずは頬に手を当てるか、顎の下に手をやってメインのレギュレーターがあるかどうかを探す。なければメインを吸っている、あればセカンダリーを吸ってる。相手にあげるときはこのセカンダリーをあげる。肩の D リングから外して首から回して相手に渡す。そして体をホールドしてエアーを渡し、そして落ち着いて OK マークをもらったら相手に残圧を見せて、 OK をもらったらホースを出して、そして行く方向に手をやる。それではスイカさんやってみよう。スイカさん逆ですね。相手の目を見て呼吸をして、呼吸をしっかりしていると確認することが大事。そして必ず渡す方の残圧を見せる。これだけあれば帰れると相手に安心させることが大事だ。それでは海に行ってみよう。プライマリーを左側、セカンダリーを右側、必ずプライマリーからつける。引き出して一周回して、セカンダリーのレギュレーターホースはゆっくりと引き出す。スイカさん、プライマリーのレギュレーターホースが後頭部を回ってないですよ。これもう回ってないじゃん。頭の後ろ。これが。肩の D リングにちゃんと固定しよう。ヘルメットをかぶって水の中にエントリー。まずは呼吸を安定させて、浮きもせず沈みもしない中性浮力を取ろう。基本体は動かさない、フィンも動かさない。ただ潮もあるので動かさないことだけに集中すると体が硬くなりバランスを崩す。それが注意。サイドマウントの場合、水中で必ずレギュレーター交換がある。その練習、今メインを吸っている、これをセカンダリーに交換。終わったらリラックス。右手だけで交換することも練習。顎の下にレギュレーターがあるか確認、
あれはセカンダリーの方を吸っているので、メインの方へ交換。吸ってた方を上に向けてしまうと、このようにフローしてしまう。注意。交換した後のセカンダリーレギュレーター、右肩の D リングに装着。今度は吸っているのがメインだね。セカンダリーに交換、 D リングから外す。交換。交換した方の残圧を確認。同じように左手だけの場合も練習する。それではスイカさんやってみよう。顎の下、レギュレーターがない。メインを吸ってるからね。それではセカンダリーを外して、そしてチェンジ。 OK。 ゆっくり呼吸をしよう。残圧の確認もできてるね。次もやってみよう。顎の下、メインがある。交換。メインに交換。そしてセカンダリーはDリングにかける。何回も練習しよう。メインの方の残圧を確認。 OK。 次は右手だけでチェンジ。顎の下、メインを吸ってるね。肩からセカンダリーを外す。そう、上からかぶせて吸ってた方は下にするように吸う。合格。今度はメインが下にある。メインをちょっと上に向けて、そしてそうそうそう、あ、ちょっと苦労するね。でもクリア。 OK。 これも何回も練習しよう。今度は左手だけ。こちらの方が少し難しい。メインを吸ってるね。左肩からセカンダリーを外す。なぜ右手だけ左手だけを練習するかというと、もし何かあった時にバルブを閉めながら交換するという作業がある。そのための練習。ちょっと難しいけどできてるね。体も安定してきた。セカンダリーの残圧チェック。 OK。エア切れの時のエアシェアの練習。顎の下を確認。ないので吸っているのはメイン。肩からセカンダリーを取り出し相手に渡す。相手の目を見て体をホールド。 OK サインをもらったら、渡したタンクの方の残圧を相手に見せる。 OK サインをもらったらホースを伸ばし、そして行く方向へサインを出し進みます。それではスイカさん、エアを渡してみましょう。エア切れ。なかなかもらえませんね。待ってる間に呼吸3回ぐらいしちゃいましたよ。取れない場合はオーリングがついてんで、そのまま引きちぎっても OK。 感染症防止のため疑似でエアーはもらっている。
さ、エアー見て OK 出したんだけど、なかなかホースを出してくれない。そうです、ホースを出して、これも何回も何回も練習して普通にできるようにやろう。次はレギュレーターがフリーフローしてしまった時の練習。まず顎の下でどちらを吸っているか確認。メインなのでセカンダリーを外す。レギュレーターチェンジをしながらフローしている方のバルブを閉める。閉めた状態で外したレギュレーターを叩いてみたりします。フローしてなかったらまたチェンジして使う。残圧チェックも忘れずに。まだフローしているようなら戻る。フローしている方を吸いながらバルブを開け閉めして呼吸をする。それではスイカさんやってみよう。まずはフローが止まる場合の練習。ちょっと落ち着いてないですね。そう、メインを吸っていたのでセカンダリーに変えます。こういう時に片手でチェンジをした練習が生きていく。締めているね。で、締めたら叩いてみたりして確認してフローしていないことを。開けて、少し開けてみる。で、どんどん開ける。フローしていない。でもスイカさん、メインの方にチェンジしてないですよ。これも何回もやって自然にできるようにしましょう。次はフローが止まらない時の練習。シリンダーをつける場所を少し間違えてバランスが崩れてるね。それは後々また練習しよう。叩いてみる。フローが止まらない。これはもう戻るしかない。エアーを節約するためにフローしてる方のレギュレーターを加える。そしてタンクを閉めた状態から少し開け、そしてすぐ閉める。そして呼吸して、出なくなったらまた少し開けてすぐ閉める。呼吸、これを連続してやっていくとエアーを節約しながら戻ることができる。少し難しいスキルだね。これも何回もやって自然にできるようにしましょう。今度は一つのシリンダーを置いてく練習をしよう。セカンダリーのシリンダーを外す。頬か首下で今どっちを吸ってるか確認。セカンダリーを吸っていたのでメインにチェンジ。ホースを首から外しバルブを閉める。そしてホースを収納する。ホースを収納するときはシリンダーをつけたままでも、外してから収納しても OK。 やりやすい方を採用しよう。そしてシリンダーを外し、このとき固定用のバンジーは反対側に付け替える。シリンダーを置くとき浮力が増すので、同時に BC のエアを抜く。シリンダーを回収するときは
浮力が減るので同時に BC にエアーを入れる。それではスイカさんやってみよう。まずどちらを吸ってるか確認。セカンダリーを吸っていたのでメインにチェンジ。ちょっとシリンダーをつける位置が下になっちゃったんでバルブも真下になって回しにくいね。ゆっくり練習しよう。バルブを閉めて、そして収納。これも慣れないとなかなか難しいので何回もやって練習をしよう。最初はゆっくりやるのがコツ。ちょっと浮き気味だね。シリンダーが下についちゃっているのでもう浮力コントロールは関係ないね。エアーも抜いてないね。まあ次にちゃんとやろう。回収。 BC にエアーを入れてなかったので体が沈んできちゃってるね。まあ最初だからしょうがない。何回もやって練習をしよう。スイカさん、このあと何回も練習してできるようになった。次はシリンダーをホールドしているバンジーが切れた時の対処の練習。予備のバンジーを収納しているバッグを後ろから持ってきて取り出し、バッグはつける間肩のリーリングにかけておこう。予備のバンジーを背中に回し、脇の下から両方の D リングに装着。あとは普通にシリンダーを装着して終わり。トラブルがあった場合はダイビングを早めに切り上げよう。サイドマウント講習にはその他にもいろいろなスキルの練習がある。今回の動画はスキルはここまで。興味がある方は僕の講習を受けてみてください。スイカさんも2日間の講習で上達した。何回もサイドマウントで潜って練習するのがコツだね。その他に1本だけ前に持って狭いとこをくぐったり、エキジットの時はこのスタイル、もっと狭いところは2本とも前に出して泳いだりもできる。さあスイカさん、次はいよいよ洞窟ダイビングの入り口、カバン講習だよ。運吹きダイビングに向けて頑張ろう。はい、水中探検家ひろべです。スイカさん、少しずつ上手くなってきましたね。サイドマウント講習を終わった後も継続して潜るのが上達の秘訣です。続けてください。それでは次回のウォーターワールドはスイカさんのいよいよ洞窟へ向けてのスタート、カバンダイビングの講習をお届けしたいと思います。お楽しみに。